雨だわ。でも涼しい。着きました。これでカラビナにロックがかかるんで勝手に開けられないっていうか、しかも色味もめっちゃ合ってる。ヒルです。牛タンラー油はこれで最後。のカバンの中身を見直してます。カバンの中にこう小銭がね転がってたりとかするんで、気がついた時に見直して掃除とかやってます。本革だったから料金が全然違くて回収しました。はい、というわけで回収したライダースジャケットを部屋で置いてきて今から散歩してます。というわけで帰ってきました。動画の進捗はまあまあです。夜ご飯はこんな感じ。キムチ鍋となんかこの卵とシャウエッセンいただきます。今日雨降って寒かったんでキムチ鍋にしました。このカバンがここに、いや、えぐっ。レザーとか革製品のメンテナンス中。はい、じゃあもう今日は寝ようかなと思います。おやすみなさい。